はぁ、やっぱ夜は涼しくていいわねー。お昼は暑さで溶けかけたもんな。早く夏が終わんないかな。もう少しの我慢だぜ。夜は少し涼しくなっていいわねー。そうだな。もうずっと夜でいいわ。暗いまんまは嫌だぜ。お月様があるから多少は明るいからいいじゃない。月があったって暗いものは暗いぜ。私もお月で暮らしたいわ。無理なのはわかってるぜ。将来はわからないわマリサ。なんだって？月面基地よ。そんな大それた話。アポロ計画が成功するまではみんなそう思ってた時のように、いつか SF に追いつくのよ。寝言は寝ているもんだぜ。人類の月面基地計画。また何かが始まるぜ。と思ったでしょ？違うのか？このまま月面基地計画に入る前に、ウォーミングアップが必要よ。どういうことだ？手始めに韓国の月計画を紹介するわ。韓国にそんなもんあるわけないだろ。ロケットもない、宇宙飛行士もいないのに。あるわ、だから紹介するの。わかったよ、早くやれ。というわけで、韓国の月計画の内容を紹介するわ。いつもは解説するわ、と言ってるのに、紹介なんだな。実現してないものを解説できないでしょ。なるほどな。韓国の月計画は2012年の大統領選挙でパククネ前大統領が選挙公約に挙げたことが始まりよ。そんなに昔じゃないんだな。厳密にはもっと前に話はあったんだけど、妄想がちょっと口に出たレベルだったわ。ただの独り言じゃねえか。でも正式に公表したのがパククネよ。どんなこと言ってたんだよ。2020年に月に太極旗をはためかせる。今が2019年だから、来年じゃねえか。そうね。太極旗折ってそれアメリカの月面着陸のやつと同じだな。もうその時点で妄想みたいなものなんだけどね。なんか旗立てていそうだな。月は売りの領土にだ、ウェイハッハッハ。大丈夫よ、宇宙条約で領有権は認められないわ。あの国だからな、絶対言ってわめきそうな感じがするぜ。間違いないね。2012年の段階で韓国のロケット開発は停滞している時期よ。んと、ナロロケットの時期だっけか。そうよ、ナロロケット2号機の打ち上げに失敗したのが2010年。成功した3号機は2013年よ。ロシアとの不平等契約で何も得るものがないニコイチロケットが失敗している時期に。よく月計画なんてぶち上げたな。ほんとそれ。旗立てるってことは人を月に送るのか？さすがの韓国人もそこまで。もちろん無人機よ、旗立てロボでも開発するんじゃない？知らないけど。その旗立てロボは日本製じゃなかったらいいな。たとえ日本製でも純国産開発って朝鮮日報に言っとけば韓国製になるから大丈夫よ。そして何も知らない国民か。ここで当時の青写真を紹介しとくね。ほう、興味あるな。2017年12月に KSLV-2 をフルテスト発射。2019年12月と2020年6月にそれぞれ本体を打ち上げて、2019年中に月探査船を飛ばして月面着陸。そして旗を立てる、こういう計画よ。いや、技術があるんならできるんだろうけど、できるのか？韓国航空宇宙研究院の予算は年間400億円よ。たとえいきなり国費投入されても、物と人がないわ。まあ何もないところにいきなり大金出されてもな。夢は、でっかい方がいいとは言うけどさすがにね。まあ夢を語るのはタダだぜ。クネちゃんの月計画公約が発表された翌年1月に、ナロロケット3号機が成功したわ。3度目の正直だったんだよな。これで韓国民、韓国マスコミは手放しで、喜び満盛だったわ。そりゃあ半分だけ韓国だからな、3度目だし気持ちはわからんこともないぜ。10大宇宙クラブには入れれなかったけどね。10大宇宙クラブ？なんだそれ、 G7 みたいなものか？よく韓国マスコミが使ってた言葉なんだけど、人工衛星の打ち上げを成功させた国を表してて、ソ連、アメリカ、フランス、日本、中国、イギリス、インド、イスラエル、イラン。これらの国が成功してて、10大宇宙クラブの空席はあと一つだったの。でもナロロケットが成功したから空席に収まったんだろ？
その席には北朝鮮が座ったわ。北朝鮮。ナロロケット3号機を打ち上げる1ヶ月前に北朝鮮の工業製3号2号機で成功したの。あちゃー、11カ国目になっちゃったか。韓国内ではあれはミサイルのはずだからノーカンノーカンという意見もあったけど、きちんと軌道に乗ってて国際標識番号とカタログ番号が与えられたからね。落ち込んだろうな。悔しかったのかは知らないけど、クネちゃんは就任後に未来創造科学部を新設したわ。名前はすごいありてな、あれはクネちゃんが作ったのか。公約だからね、遅れたり失敗したら公約違反になっちゃう。怖いな、期限を設定してるから余計にな。2017年科学技術情報通信部は国家宇宙委員会でね、第一段階の期限を2016年から2018年に延長する。やっぱ延長か。韓国の月計画は1段階と2段階があってね、もともと仮が2007年に策定した第一段階が2016年だったの。第一段階ってどこまでやるんだ。宇宙船を開発して月軌道に乗せるまでが第一段階よ。もうロケットがあって打ち上げ成功してることが大前提なのがびっくりだぜ。第二段階は月に着陸して宇宙船から探査車を降ろすまでよ。ラジコンでも降ろす気分だな。第一段階は NASA から支援を受けて、第二段階は純国産技術でやる予定よ。また出たな、純国産。そのロケットの完成が難しくなってきたから、韓国の偉い人がニダニダ議論した結果、クネちゃんは外国ロケットで打ち上げることを決めたわ。意地でも月に行くという執念、一体何なんだ。だってクネちゃん公約は140項目あって、月計画は13番目に優先度が高いのよ。意地でもあげるよね。何が何でもってやつか。衛星開発でも5年以上かかるというのに、2年3年でできるわけないから。世界の宇宙マニアは特に相手にしなかったわ。マニアも無反応かよ。その後クネちゃんがろうそくデモで倒れて、ムンちゃんが大統領になったんだけど。ああ、今の大統領な。ムンちゃんは2025年に延期することを発表したわ。また延期か。そして事業予算が減っていき、またムンちゃんが発表したの。条件付きの2030年に延期する。条件。国産ロケットの安定打ち上げ、支障の内部品確保、先行技術の確保よ。なあ、そういうのも含めて期限決めて計画を練るんじゃないのかよ。ああ、あれがあったらできるかもなあ、これがあればいいなあ、これが韓国の月計画よ。また延期しそうだな。ここで悪い話が一つ。なんだ？月面探査車の研究開発予算がなくなりました。え、マジで？しかも研究チームも解散しました。第2段階で必要な探査車やめちゃうのか？ 50% くらいできてたらしいけどね、まあいついけるかわからないからとりあえずカットしたんじゃない？ほんと辛抱が足りないよな。なんでこんなんになっちゃったんだ？もともと基本技術がないのに、ノムヒョン政権が2007年に作った宇宙開発の詳細な実践ロードマップというのがことの始まりよ。なんだろうなぁ、いけると思ったのかなぁ。次のイミョンバクが韓国内であった国際宇宙大会で韓国も月探査をすると公言して、次のパククネが具体的な期限と計画を設定して、今のムンジェインが延長延長&延長してるわけ。さすがにもう12年前からだからある程度は具体的なもの派できてるだろ？それだったらいいね。え、何もないのか？だって打ち上げはスペース X 社のファルコン9でやるんだからロケットはいらないでしょ？まあな。どうせ無人なんだからあとは衛星と探査車があればいいのにこの状況よ。探査車ってどんなのだ？これよ。なんだこれ。探査車らしいわ。予算打ち切りってあったけど、いくらの予算がついてたんだ？毎年1億円から1億5000万円よ。言葉が出ないぜ。打ち切りも当然な気がしてきたな。50% の完成度よ。なんだよなぁ。ジュラルミンのボディに炭素繊維強化プラスチックのパーツでできてるわ。どうしたの？夏休みの工作を思い出した。まあプロトタイプだし、2015年の写真だし、多少はね。予算打ち切りはいつなんだ？2018年度予算で打ち切りよ。
総額8億円くらい投入されてるけどね。あと、この探査車はプルトニウムが搭載される予定だったわ。え、なんでそんなものを？月の寒いマイナス170度の環境に耐えるためにプルトニウムの崩壊熱を利用するの。大丈夫なのか？特に珍しいことではないけどね、アメリカも中国もそうだったし。ただ、アメリカ中国はプルトニウムから電気と熱を取り出すけど、韓国のこれは熱だけよ。電気はソーラーか、なんでだろうな。技術不足と軽量化ね。つくづく残念だな。それでどうやって旗立てるんだろうな。月が汚れるからやめてほしいけど。まあ少なくても2030年まではないから安心していいよ。それと話はこれで終わらないわ。なんかもう終わりだと思ったぜ。韓国は小惑星探査計画を2021年から始めるわ。月計画ほぼほぼやめたようなものなのに。科学技術情報通信部が発行してる宇宙開発振興基本計画にあったんだけど、2035年までに韓国ロケットで小惑星探査機を打ち上げて現地で資料を採取して地球に帰還する計画よ。なんかどこかで聞いたことあるような。はやぶさシリーズね。ああ、なるほどな。羨ましかったんだろうな。2021年から研究開発を始めるみたいよ。月計画と小惑星探査両方やるのか。さあ、とりあえず目標を置いとかないと解散されちゃうからじゃない。悲しいな。というわけでいかがだったでしょうか。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。いつも動画編集ミスとか誤字脱字があってごめんなさい。ウプ主の能力はなかなか向上しないんだぜ。広告やコメントいつもありがとうございます。フォローとかめちゃくちゃ嬉しいぜ。例によって間違い指摘、意見要望、質問はコメントにお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。